どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク、新しいイベント CCG 昇格式の方に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。この前実装された、狂乱の一撃異兵入るですね。こいつと、フェスゲンで実装されている、無慈悲な死神、異兵入る、こちらをですね、縦に並べて、使っていきたいと思います。まあ、熟練度 100% に、してますね。こいつ武器強化で特攻付きですね。かなり強いキャラクターだと思うんで、まあ、負けることはないかなと思うんですけど、最近のイベント、だんだんと、レベルが上がってきてるんで、どうなんでしょうか。まあ、A だしね、S じゃないし、A だし、いけると思います。では、行きましょう。とりあえず、そうだ、両方ともスキル貯めたいな。ただ、一人でやるのはきついか。ブレイクできるし、いけるか。で、今回のスペシャルで実装された、ハイルなんですけど、僕のね、このインボ系キャラクター、ボイスうるさいランキング、2位か3位ぐらいにランクインしそうなんですよね。わかる。おらーおらーってずっと言うんですよ。これムカデ並みにうるさい。で、ここで一回スキル打ちますか。全部打ってからするか。かっこいいよね。音がめちゃくちゃね、まあ鳴神の音なんだけど。バチ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 。あ、ブレイクしなかったな。あ、そういやあれか、武器耐久値を削るあれがないんだっけ、入るって。いけませんよ。で、こちらも前衛に攻撃と。で、ミザが倒れる。で、最後はこっちの入るに一発、シャコンとね、撃ってもらって、泣きミザ、夫婦を撃退と。いや、いいね、入る。まあ、真ん中に有馬を置いてね。入る、有馬、入るみたいな配置でやりてえな。はい、というわけで非常に短い動画なんですが、今回はこのハイルをね、並べて使ってみました。このスペシャルさんのハイルなんだけど、駆逐でね、使いたいと思ってるんですけど、敵に、こいつ光属性なんですけど、敵に闇属性の駆逐対象がいなくてですね、試し切り、試し撃ちができるのは、ピエロなんですよね。で、ピエロも、まあ、毎日一応出てくれるのは出てくれるんですけど、闇属性が出ないと、なかなか。うん、昨日は木属性ばっか。もう全然その属性を引くのも難しいし、ピエロが出てる時間も少ないじゃないですか。みんなピエロが出たらこぞってピエロ殴るんで、まあ、なかなかね、難しいということで、もしかしたらあと1週間ちょっとある占領戦期間中にこいつの火力検証はできないかもしれない。できないかもしれないけど、まあ、そこは許してほしい。というわけでお疲れ様でした。